ね。びっくりしましたね。井上貴子がこういうポーズを見せるとは。志賀さん、この一戦チャレンジャーデビーマレンコなんですけども、どうでしょうかね、井上貴子。下せますか？というかね、カードもそうなんですが、はい、あのデビーがね、全日本選手権に挑戦すると、はい、でまあ、外人が結構タイトルマッチ出たり、はい、実際にタイトルを取ったりしたことは決して珍しくないというか、最近でもあのエステル・シンティアのモレノシスターとかね、はい、例はあるんですけど、はい、もう全日本選手権に外人が挑戦するっていうのはちょっと珍しいんですよね。そうですね、でそういう面で全日本選手権っていうのは、まあ、いわばなんか日本のタイトルっていうか、ナショナルですからね、純然たる日本のタイトルっていう感じがするじゃないですか。デビー・マレンコも、まあ、日本人と言いましょうか。そうですね、本当に日本側の日本人の一員としてこのタイトルマッチに出たというか、そういうニュアンスを感じるんですよね。そう見ていいですよね、はい、さあゴング鳴りました。今までのタイトル挑戦とはちょっとあの雰囲気が違うっていうか、そんな風に取れますね、はい。3度目の防衛戦を迎えたチャンピオン井上貴子対デビー・マレンコチャレンジャーですけども、しかし井上貴子はますます縦の乗りように似てきましたね。なるほど、ちょっと顔見ないと一瞬分かんないな、あの体つきといい髪型といいね。あ、そうですね。これはでもこのコメント聞いたら井上貴子選手喜ぶんじゃないですか。どうでしょうねどうでしょうかね。尊敬してる縦の選手に、ね、似てきたっていうのは、あんまりでも2世2世と言われるのもあんまり気分のいいものじゃないのかもしれないけど、そうですね。さあヘッドロック捉えたデビーをロープ振って逆にタックルで返したマレンコ。さあロープワークが続いて、おっと腕を決めて、あおーアームホイップですね。チャンピオン、これは素晴らしいね。はい、井上貴子、そして左腕をキーロック。志賀さん、今時珍しい。これは昔思い出しますね、日本プロレス時代の。珍しいですね。大木金太郎思い出しちゃいますね、皆さん知ってるでしょうかね。最近のファンの方知らないでしょうね、これローリングとかしてほしいですけどね。あ、デビー持ち上げようとしてますよ。さあデビーマレンコ、あっと、これ持ち上げるなんて、これも、あ、でも、ね、でもこの精神を変えます ね、デビーの。あれ持ち上げるのはもうちょっと結構コツっていうか容量があるみたいな、ね、力じゃないんですね、あれは。いや、もちろん力もある必要なんですけど、やっぱ容量もあるんで、そ、あ、そうですか。力だけで行こうとしたんで失敗しましたね。なるほど、コツがあるんですね。もちろんうまく相手をこう丸めてっていうか、それが必要だと思いますね。はい、あと場外を落としたと思っていた井上貴子、逆にデビューは素早く戻って、あ、これはちょっと隙があったチャンピオン井上貴子ですね。あと左膝からキックを見まがる、逆に、あっと裏アキレス腱。この辺りはデビーならではですね。さすがマレンコ道場でですね、いろはをね教わった。もう体中染み込んでますかね、志賀さん。中に入るタイミングが素晴らしいんですよね。はい、もう皆さんもですねご承知だと思うんですけども、サブミッション関節技、そしてスープレックスをですね、もうプロレスデビューからいろはを覚えたこのデビーマレンコ。マレンコというのはプロレスなんです、志賀さん、当然もう有名ですね。そうですね、ただまあでもサブミッションをねかけるだけだったら、はい、まあ、誰でもある程度できるという感じなんだけど、入る時のタイミングが素晴らしいんですよ。なるほど、そこはやっぱりさすがマレンコ道場で鍛えてるなっていうのを感じるのは、そういうところだと思うんですよね。なるほど、これはですね、先ほどの突きがちょっと井上貴子響いてるようですね。また足を捉えてデビーが何を行くんでしょうか。右足、志賀さん、井上選手もですね、はい、もう以前からサポーターがですねぐるぐる巻きに膝からももにかかってますんでね、外せないですね、あれがね、まあ、レスラーの職業病といいますか、膝というのはもうどのレスラーも隠しながらですねレスラー生活を続けていると思うんですけども、特にこの井上貴子選手はサポーターの、まあ、量といいますか、なんかちょっと目立ちますね、あんまりいいことじゃないというかね、かつて、はい、縦の乗り用は、はい、サポーターをしないことで有名、いや有名って大変だけども、はい、サポーターをしないレスラーだったんですね。だ両膝がすごい非常にすっきりしているというかね、なるほど、それ逆に言えば私はこれだけ丈夫なんだよっていう、そういう自己アピールと、アピールでもありますね、から、はい、本当はない方がいいんですよね、はい、ボディスラムからデビーが抱え上げて、あっとなんかサイドスープレックスでちょっとスームストーンパイドライバー気味ですね。
カウント2ですけども、サイド2ムストンパイルドライバーとでも言いましょうか。そしてロープへって逆にフランクロスアタックで返したチャンピオン井上、なおもロープへ振って2発目です。パチンと胸板のいい音がしましたけども、カバーの体勢はカウント2。吉川さん、はい、足攻撃は響いたんでしょうかね。2発目ちょっと力なかったですね。ちょっと体が大きくなってきましたね、井上太郎。まあ後で聞いてみたいですけど。そうですね、さあこれはチンロック気味ですか。フェイスロックです ね、はい。そしてグラウンドですけども、ボディシザーズ複合技ですけども、大きくなってきたといえば、はい、あのこのデビーマレンコも、はい、あの最初来た頃はね、非常に外人にしては線が細いという印象が強かったんですけど、はい、もういつの間にか非常にたくましい印象の方が強いんですね。なるほど、あのファン、そしてマスコミ各紙のですね、評価も石倉さん、デビーマレンコ高いですから、あの先日ですね、はい、タグマッチだったんですけど、はい、富山大会、はい、あのイベント出まして、あの、まあ、うちの週刊プロレスで見ました。2ページ載せたんですよ ね。そうしましたら本人ものすごく喜んでまして。そうですか。要するに今までいろいろ私乗ったことはあるけども、こういう形で試合に乗ったのは初めてだと。あ、そうですか。こういうふうにあの大きくね、あ、大きく取り上げられたのは初めてだと。なるほど。でやっぱりレスラーは試合で評価されるのが一番嬉しいものなんですと。はあ、これ当たり前なんですけど、そういう点ですごく喜んでたんで、あ、まあやった甲斐があったかなという感じで。石川さん、そういえばあの富山のカードはブル北斗対デビートヨタという。そうです、そうです。注目すべき高橋ですね。フレッシュなカードでしたね。なんかデビーのやっぱり生き生きとした表情が印象的だったんですけどね。今までまあいろいろね、あの、はい、特写とか、はい、そういうスナップで乗ったことは多かったんですけど、はい、こういう試合で高評価されたというんで、やはり本人非常に喜んだと。なるほど。逆に言えばやっぱり本人それだけレスラーとしてのまあ当たり前ですけど自覚というか意識がね、あ、なるほど、すごく強いということを感じて、こっちまで嬉しくなったので、ね、なるほど、試合の評価を正当に評価されたということが、それをまた、うん、本人は感じているということで、すごく僕もこちらも嬉しかったというか、いいですね、いい話ですけどもね。デビーマレンコ、まあでももうタイトル取ってもいいぐらいのところに来てますよ。さあ逆に右足を井上忠子はアキレス腱固めで逆襲に出ましたけども、それこそね、全日本どころかっていうかにとどまらないで、例えば 3WA タッグとかね、いいパートナーに生まれれば、あの、挑戦させたいなっていう気もしますね。そうですね。おっと、逆に足を返してデビーがなんか、シカさん、グランドサソリ固めのような。そうですね、まあ、とにかく井上貴子痛めてますからね。デビーの両足がですね、井上貴子の、足をですね、復帰してまして、逆に、あ、今度これは正常なアキレス腱固めで、ちょっとこれちゃんと井上、これシカさん、これやっぱデビーの作戦は足ですかね。やっぱそうなるでしょうね。井上がね、あの、もう太ったというかパワーアップしたというか非常に大きくなった印象があるんですね。なるほど。おっと、これは STF を繰り出したデビーマレンコチャレンジャー、その分ちょっとね動きが悪くなったかなという気もしてるんですよ。ここまでの展開ですか。だからまあパワーで勝負するならいいんですけどね。はい、これ難しいところですね。体重を増やした分スピードが鈍る。そうなんですよね、はい、まあ、一発一発その代わり技の破壊力っていうかね、はい、重みがつくわけだけど、その辺をどっちに重視するかというかね。そうですね、あのファイトスタイルとウェイトコントロールという面で、これはもう背中合わせですか、志賀さん。そうですね、はい、これ非常にちょっと今のところ中途半端という感じがしますけど、ちょっと動きが悪いという感じでしょうか。ちょっとそのですね、志賀さんがしてきたようにファンの皆さんはどういう意見があるかと思うんですけども、私もちょっとですね、動きが体重が増えた分ちょっと重くなったなという感じしますね。逆にデビーの動きがいいというのも石川さん、これ見逃せないと思うんですけども。そうですね、それもあるでしょうね、はい、あー、ちょっとリング外からリング内にカムバックしましたけども、左膝、あー、これビッコと言いますかね、引いてますんで、あー、やはりこれはデビーはもう足攻めですね、石川さん。やはり痛めた箇所を徹底的に攻める、これはもうプロレスのですね鉄則ですけども、あ、逆エビ固め、これリング中央です。特に足や腕を攻めるのはもうデビーにとってはお手の物っていうかね、
もう練習でもですね、熟知した、そういう関節を攻めるのはもう本当に得意とするところですからね。はい、得意な膝田のレパートリーを繰り出すデビーマレンコのグランド、そして足地獄攻めですけども、あー、またしてもこれはヒールホールドのような感じですね。そうですね、ヒールホールドですね、はい、裏アキレス腱みたいな、まだ足首をひねってませんね、ヒールホールドを繰り出して、あ、またアキレス、だから鹿さん、どんな技でも最終的にアキレス腱固めに移行できるわけですよね。そうですね、ここがデビーの作戦勝ちと言いましょうかね。頭脳パッパッと切り替えられるでしょう。そしてアーロープを振る、それを井上田返してアームホイップ、あー、ちょっとですね、顔面も苦痛に歪んでますけども、さあデビーを飛ばして、ニアツ、あ、そういえば井上貴子は今度 CD に続いてビデオも出るんですよ、はい、ね、もうそういう面でもやっぱりちょっとここで私フラッシュの中で見ましたね。あ、そうですか、はい、かなりセクシーな部分も、あると含まれてという、これも魅力の一つですね、しくらさん、一層のちょっと雰囲気をね、リング上でも雰囲気してほしいところですけど、そうですね、今のアームホイップでお客さんがですね、歓声、あれは当然井上拓ファンですけどもね、あっという間に足音の字がために逆転出たデビーマレンコですけども、あ、反撃もあっという間に返された井上拓、これはちょっとですね、足攻めが響いてますね、ダメージが心配ですけども、あ、デビーのパンチ2発からバックへ回って、あ、デビーのバックドロップ炸裂しました、カバーの体勢入った、カウント2です。皆さん、ここまでは圧倒的にデビーの優勢ですね、いいバックドロップですね、はい、あ、2発目を逆に体を預けたけども、これもカウント2、さあここで井上が逆襲に出たいとこだが、パンチを返して2発目も返して、あ、エルボーパットを浴びてしまった、カバーの体勢カウント2、鹿さん、はい、やっぱり今のですね、まあ、パンチ気味のラリアートなんですけども、きっちりと読まれてますよね。そうですね、まあデビーの動きも非常にいいというか、はい、いい動きですね、はい、あ、これコーナー詰めたけども、あ、キック2発目は、あそこでラリアット出すところなんか相当鍛えられてきましたね。なるほど、珍しい新しいパターンですね、あっとロープ2段目からのドロップキックで井上拓哉カバーの体勢はカウント2、先ほど志賀さんがやったようにそのラリアート、そして違った戦法を繰り出してきたデビーマレンコですけども、井上拓哉ボディスラムで最上段、これはそう、あ、フライングニードロップを返したデビーが、あー、すかさずノーザンライト、はい、ノーザンライトシュープレス、これはカウント2、危ない、あー、3近かったですね、大ピンチを迎えてしまった井上拓哉、やはりゴング鳴ってから足のこのデビーマレンコの足攻めです、ブロッキー状態です。さあ最後段に上がったデビーのエルボー、これはもうデビー得意ですね、はい、カウントが入る、これもカウント2、鹿さん、やはり以前よりもその得意のエルボーのですね、で、出すタイミングがいいですね。そうですね、思い切りっぽくなったし、はい、非常にたくましさが感じられますね。たくましさですか、あっとバックに回ってコーナー上がって、あ、これは高子スペシャル、はい、言うべき、あ、カバー大成、井上拓哉カウント3です、決まりましたか、決まりましたね、高子スペシャル、一発でしたね、